こんにちは、読売ガールです。今日は野球観戦に持っていくものを紹介します。以前も投稿しましたが、今回はコロナ対策グッズも含めた紹介をします。初めて野球を見に行く方などの参考になったら嬉しいです。それでは、レッツゴー。まず一つ目がこれ、カバンです。これは私がいつも使っているものとなっています。坂本選手が好きなのでこれを使っています。他にもジャイアンツのカバンはたくさん売っているので、ジャイアンツオンラインストアなどを見てみてください。東京ドームに入る際に荷物チェックがあるので、こういうカバンは荷物チェックが便利なのでおすすめです。サイズも普通のトートバッグサイズで、肩にも持ちやすいのですごく使いやすいです。一つ目はタオルです。中川コータ坂本さん、これは点数を取った時などに使います。今までコロナが流行る前はタオルをこう折ってビーバージャイアンツって感じだったんですけど、今はコロナでできないので、こうやって点数を取るとみんなでやりますなので1枚あると便利かなと思います。私は坂本選手と中川選手を巨人だと応援しているので、2つをいつも持って行っています。3つ目は私が今この着ているユニフォームです。だいたいこのユニフォームは1000円ぐらいで、まだ新しい水の製のユニフォームは持っていないんですけど、そろそろ買おうと思っています。ガチな巨人ファンの方は1枚あるといいかなと思います。野球観戦してても結構な割合でこれ着てる人が多いので、ジャイアンツファンの方はぜひ1着購入してみてください。私は身長が160センチなんですけど、 M サイズでちょうどいいなと感じています。4つ目はこちら、日焼け止めです。これはドームではなく、神宮球場や横浜スタジアムのような野外スタジアムの時に持って行っています。普段東京ドームで見る時は家を出る前に塗るだけですが、やっぱり野外だと汗なのですぐ落ちてしまうので持っていくようにしています。私はこの2つをいつも使っていて、この2つは普通に薬局に売っているものなのですが、こっちはスキンアクアといってトーンアップ効果があります。でも量が少し少ないので顔と腕だけ使っています。ニベアのやつはコスパ的な問題で足に使っています。やっぱり全部をこっちのやつで使ってしまうとすぐになくなってしまうので、この2つを使用しています。次はポータブル扇風機です。これも日焼け止めと同様に野外の時だけ持って行ってます。東京ドームはエアコンがついててちょうどいい温度なので問題ないのですが、野外などのデーゲームは本当に暑いので持っていくことをおすすめします。次はカメラです。私は外野が好きなので、スマホだとホームまで映らないため一眼レフを持ち歩いています。ちなみに富士フィルムの S9900W を使用しています。これはキャップがもともと紐でついてて落ちないようになってるのでなくさないですし、フラッシュの部分がボタンを押すだけなので付け外しがなくて、すぐに物をなくす私には便利です。サイズもコンパクトですごく使いやすいです。次、これは球場内を移動するときに使用しています。お手洗いに行くときやご飯を買いに行くとき、ガチャガチャやグッズを買いに行くときに便利です。こっちのバッグは1個前の動画で紹介したので、興味がある方は1個前の動画をご覧ください。球場内を移動するときに主に女性が必要なものとして、お財布、ハンカチ、ティッシュ、あと少しコスメがぴったし入るので、でここにスマホを入れることができて、ここにチケットを入れることができるのですごく使いやすいです。前回の動画ではこのチケットホルダーを紹介したのですが、最近はチケットホルダーは持って行ってないです。理由としてはちょっと最近邪魔だなって感じてて、今までずっと首にかけてたんですけど、首にチケットとスマホを入れててちょっと重たいなと思って、で移動するときに最近はこのこういうカバンで移動してるので、普通にチケットを入れちゃった方が楽なので、チケットホルダーは最近は持ち歩いていないです。で次はぬいぐるみです。時々気分によってはこういうのを持って行ったりします。とはいえあんまり使わないです次はこれです。英語サイズのクリアファイルです。ジャイアンツガイドという冊子が東京ドームに行くともらえるのですが、英語サイズなのでそのサイズのクリアファイルがあると綺麗なまま家に持って帰れるのでいいかなと思います。次はこれ、お菓子や飲み物です。東京ドームの飲食はとても高いです。100円で買えるようなお菓子も普通に400円で売ってたりします。球場内にペットボトルの自販機もないので、飲み物がなくなると売店で買わなくてはなりませんが、飲み物にしては値段が高いため私は持参しています。
東京ドーム内に持ち込めるのは 1000ml までなので、ペットボトル2本ぐらいです。これは野外球場で雨が降りそうな時に持って行ってます。100円ショップで購入しました。サイズは L です。100均なので、もし使用してもそのまま捨てて帰れるので便利です。サイズは大きめをおすすめします。大きめサイズだと座っている時も足が濡れないのでおすすめです。野外球場のチームはその球団のレインコートが売っているのですが、ジャイアンツは売っていないので売ってほしいです。確かに東京ドームでレインコートは使わないですが、ビジター側の際に雨だと一塁側は球団カラーで統一されてて綺麗なのに、三塁側だけぐちゃぐちゃなので、今後販売してくれることを期待してます。次はゴミ袋です。ドーム内にゴミ箱は設置されていますが、わざわざゴミが出る際にそこまで行くのは面倒なので持参しています。先に自分でこのゴミ袋にゴミをまとめて帰りに捨てるのが一番楽だなと最近は感じています。これはなくて全然大丈夫です。これはファンクラブに入っていてカードを購入した人のみの話ではありますが、その方々は忘れないように持っていきましょう。とはいえ、忘れてもスマホの QR コードで入場登録ができるので忘れても問題ないです。ここからはコロナ対策グッズを紹介していきたいと思います。まずマスクです。予備を2つ持ち歩くようにはしています。そして消毒液、東京ドームにもありますが、行く途中の電車など消毒液がない場所もあるので持ち歩くようにしています。次がこちら、アルコールウェットティッシュ。もう少し小さいサイズではいいと思いますが、あると便利です。例えばご飯を食べる前に、できたら消毒液というよりはウェットティッシュの方がいいと思います。あとは球場に着いた際に椅子を消毒したり、あると便利です。以上で紹介を終わります。前回の動画ではこれも投稿していましたが、巨人はコロナが流行ってから誰もではないですけど、ほぼ使わなくなりました。今後コロナが収まったら使うと思います。最後まで見てくださりありがとうございます。チャンネル登録と高評価をお願いします。8月31日に大切なお知らせを投稿しますので、チェックしてください。次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。